皆さんこんにちは、ゆきーチャンネルです。本日はこちら面堂イズムさんにやってまいりました。以前からよく訪問させていただいております。なんと今回面堂イズムさん5周年とのことでお伺いしました。おめでとうございます。さあ本日はワンコインで食べれちゃう日なんです。オープン前からすでに長蛇の列ができております。限定メニューは30食食べれるかな。通常は食券制になりますが、この日は現金でのお支払いでした。オープン前に特別店内を撮影させていただきました。ありがとうございます。お祝いのお花もたくさん届いておりましたよ。綺麗ですね。さあ今回パパと2人で参戦です。30組目となりました。さあこちらが30食限定の5周年限定ローストビーフ油そばです。ギリギリ残ってました。なんとこちらラーメン剣豪さんの麺を使用しております。上には贅沢にもローストビーフがたっぷり、美味しそうです。それでは楽しみにしていたローストビーフ油そばをいただきます。まずはやっぱりこちらのローストビーフからいただきましょう。柔らかくて美味しい。これは待った甲斐がありました。さあそしてこちらがその剣豪さんの麺、少し茶色みがかっていますので全粒粉入りかな。太麺でもちもちしてて美味しい。さあここからはよく混ぜていただきます。ベビーリーフも乗ってます。バルサミコ酢が入っているのでさっぱりとしていてコクがあります。粒マスタードもついておりました。これも麺につけるとまた味が変わって美味しい。さあこちらはなんと中華そば七色の楽焼きさんの吊るし焼きチャーシューが入ってるんです。めちゃくちゃしっとりと柔らかい。さあここで今度はレモンを全体的にかけてみたいと思います。ちなみに隣でパパも同じものを食べてます。さあレモンをよく混ぜて、いただきます。さらにさっぱり、レモンをかけた方が美味しい。かなり好みな味です。そしてこの粒マスタードお肉につけて、これは絶対合う。洋風な油そば、とっても気に入りました。
さあ、あっという間に残りもわずか。この剣豪さんのもちもち麺が癖になります。大事に取っておいた最後のローストビーフも、ほんとお肉たっぷりで贅沢。さあ、ここで最後の一口。はい、完食。めちゃくちゃ美味しかった。でも今日はまだ終わらないよ。お次は新メニューの紹介、旨辛つけ麺です。こちらは1から、そしてパパはなんと6から。こちらはメニューには載っておりません。こちら麺は磯屋商店さんの麺。そしてこのつけ汁ですが、見た目では分かりませんよね。匂いが隣でやばいです。こちらはちなみに6からの方、鶏白湯ベースの醤油味で、貝や乾物は入っていないそうですよ。さあ、本日まさかの二丁食いをいたします。実際油そばだけでもかなりのボリュームでした。麺量で茹で前 230g だったそうです。こちらも麺量は 230g。 それでは本日2杯目いただきます。私は初めていただくこちらの旨辛つけ麺、1からでいってみたいと思います。ピリ辛で後からほんのり辛い感じです。パパは隣で道の6辛を食べております。汗がすごいよ。大丈夫？今までいないんですよね。いない頼んだ人はいるけど、4まで表情がやばい。店主のしげさんに聞いたところ、4からまでが最高で、6からを食べている人を見るのは初めてだそうです。中に刻み玉ねぎも発見。こちらにも先ほどの七色の落書きさんのチャーシューが乗ってました。ここでニンニク入れると言われたのでいただきました。通常は刻みニンニクだそうですが、私は刻みが苦手なのですりおろしをいただきました。これを少し麺に絡めてからつけていただいてみたいと思います。おお、これは美味しい。肉を入れたらうまさ倍増です。絶対入れた方が美味しい。さあ、残りあっという間にこれだけになりました。2杯目なのにノンストップな食欲、久しぶりに大食いしちゃいました。
もう丼の中は空っぽ。あとはこの漬け汁の中の麺と具だけです。パパは辛さに悶絶していつも早く食べ終わるのに、私より今回は遅そうです。さあここで私は食べ終わりましたよ。この後割りスープにしていただきました。もちろんスープまで完飲、完全完食です。2杯とも完食、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。次はパパにバトンタッチ。あの日も夜もうやばかったんで、早いですね。めっちゃ辛くなるんですよね。よくわかんないですけど、暑いからなのか。中盤のきつい。
ぱいだし、背中痛いし。SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。